え、あるクラウドファンディングについて今日は皆さんにぜひ聞いていただきたいです。え、これはタイトルで言うと、鴨頭嘉人の新曲、挑戦者の歌、二つの物語、ミュージックビデオ制作プロジェクトというクラウドファンディングです。え、これは主催は株式会社ビーズの細野隆さんです。でもね、タイトルを聞いていただいてわかると思います。 鴨頭嘉人のオリジナルソング、新曲のミュージックビデオの制作費をビーズの細野隆さんが募ってるんです。なんていい人。本当にありがたいです。で、なぜ細野隆さんなのかっていうと、この挑戦者の歌という曲のミュージックビデオはドラマ仕立てなんですけど、 ビーズの細野隆史さんのリアルストーリーをミュージックビデオに収めるという企画になっています。えー、ちょっとね、あの、細野隆史さんのメッセージ、えー、クラウドファンディングのね、あのメッセージ読ませていただこうと思います。皆さんには夢がありますか僕には夢がありました。スポーツ選手になるという大きな大きな夢。毎日毎日トレーニングを続け、 陸上選手の実業団に入るあと一歩手前だった高校三年生の春。車にはねられ、その夢は絶たれました。どうしようもない思いを抱えながら、なんとかついた美容師という職業。美容師になったから今の自分があり、皆さんとも出会いました。でも、本当はずっとずっと逃げていました。体を動かすと、 悲鳴を上げる足。もうやめよう。スポーツはやめよう。何度も何度も自分に言い聞かせました。4年前、カモさんに出会いました。何事にも全力で挑戦する姿勢、本気で生きている大人の姿。やるしかない。膝に負担がかかってもできる、そんなスポーツはないか。そんな時、トライアスロンに出会いました。 上半身を鍛えて下半身をうまく使いながら全身で極限まで使い込むトライアスロン。面白い。もう一度挑戦しよう。挑戦してすぐ大きな壁にぶつかりました。それは水泳での息継ぎ。これまで僕は息継ぎができませんでした。息継ぎができないのってこんなに辛いんだと日々挫折を味わい、誰にも習うことなく独学で練習しました。 次に、自転車。通常の自転車運転とは違って特別な乗り方が必要でした。立ちながらこける立ちこけ。山を登るトレーニングでは何度も足をついては、やっぱり俺ってダメなのかなとくじけそうになりました。最後に、ランニング。足に一番負担がかかり、古傷が痛くて痛くて仕方ありません。でも決めたんです。どれだけ痛くても。 やるって決めたんです。挑戦を続け、約1年。小さな大会で13位という記録を残すことができました。次の大会では約1000名の男女混合レースで30位という成績を収め、そして先日のアイアンマンレース。あと20分短縮すれば、世界戦に出れる。そんなところまで来ました。ずっと蓋を閉めていたスポーツという世界。 諦めずにもう一度やり直そうと決め、やっぱりやってよかったと思えるところまで来ました。そんな時、オファーを受けました。お前のその物語、挑戦者の歌というミュージックビデオにしてみないか。そんなオファーでした。その日僕は一人で泣きました。諦めなければ夢は叶うんです。もしかしたら、 今、目の前にあることから逃げて簡単な道を歩もうとしている方もいるかもしれません。それも大切なことです。でも、待っている未来は二つしかないと思っています。一つは、あの時やっておけばよかったと思う未来。もう一つは、あの大変なことがあったから、今があるんだ。やってよかったと思う未来。今、あなたはこの選択の場所にいます。せっかくの人生。 挑戦者としてもう一度自分の夢を自分の人生を諦めずにチャレンジしてみませんか僕はこのチャレンジライカベイビーを受け取って一歩先の世界に飛び立とうとしています。皆さんぜひ応援をよろしくお願いします。え、現在このクラウドファンディングはもう600万以上の支援をいただいております。本当にありがとうございます。え、この支援金額はすべて 鴨頭嘉人が受け取るという話になっています。細野隆さんが作って、細野隆さんがリターでいっぱい稼働して、細野隆さんの信用を借り取って、全額僕が受け取ります。もちろんミュージックビデオの制作費に当てさせていただきます。とんでもないミュージックビデオになると思います。 ま、少し多めにいただくことになりそうなので、その分は他のミュージックビデオの制作費に当てさせていただいて、全曲ミュージックビデオを作ります。5曲分作ります。まあ、1曲目のご機嫌ソングはね、スポンサーの山本隆二さんが300万円払っていただいて、それでできましたので、 この細野隆史さんから受け取ったもので、すべてのミュージックビデオを作ろうというふうに思っております。ぜひね、このクラウドファンディング URL 貼っておきますので、皆さんもご支援お願いしたいと思っております。そして、この挑戦者の歌。え僕が作詞。ダイヤモンドユカイさんが作曲の歌で名曲になっております。今日は歌詞を読ませていただこうと思います。挑戦者の歌。諦めそうになった時。 心折れそうな時に、強さを見失いそうになっても、挑戦する勇気を持っていることを忘れないでいて。ファイト。負けるな。諦めずに立ち上がれ。未来の君は強く偉大なんだ。自分を超えていけ。誰かの言葉で傷ついたり、失敗して落ち込んだり。 自分の弱さに悩んでも、挑戦する勇気を持っていることを忘れないでいて。ファイト。負けるな。諦めずに立ち上がれ。未来の君は強く偉大なんだ。自分を超えていけ。日が昇る前の暗闇でも、星は輝いている。前を向いて、見たい景色はそこにあるから、挑戦しろ。大丈夫だ。 だから止まらないで、世界でたった一人の自分を信じて、ファイト、負けるな、諦めずに立ち上がれ、未来の君は強く偉大なんだ。自分を超えていけ。え、これが挑戦者の歌という僕と細野隆の二つの物語です。鴨頭嘉人の歌手デビューというのは、 チャレンジライカベイビーを世に広めるための活動です。赤ちゃんのように挑戦しよう。あの頃諦めた夢、今から叶えようということを大人に伝えるための活動になっています。ボイシーを聞いてくださっているような学ぶこと、成長すること、意欲の高い方というのは夢がいっぱいあると思います。そして過去にもいっぱい夢があったと思います。もしかしたら諦めた夢、 ある方が多いと思うんです。やりましょう、今から。今の方が夢って叶えやすいと思うんです。学生の時よりも制限が少ないと思うんです。大人だからこそ叶えられる夢ってあると思います。僕にとってはそれが音楽でした。学生時代はお金を稼ぐ力もなかったし、ライブをやれば不良だ不良だと言われて、学校で低額になりそうになったこともあります。 でも今そんな制限一個もないんです。せいぜいアンチが何やってんだあいつっていうぐらい全部無視できます。だって応援してくれる人がいるからどうしても叶えたい夢のためだったら時間は作れる。お金はもしなかなか足りなかったらクラウドファンディングで支援を集めれば何とかなる時もある。僕は今回4000万以上のお金をたくさんの人から 受け取って夢を叶えに行っています。そのプロセスも全部お伝えしようと思っています。何も隠しません、今回の挑戦は。なぜなら、挑戦すること自体を皆さんにお伝えしたくてやっている活動だからです。もう腰に針をガンガン打ちながら、ミュージックビデオの撮影や、ライブなど、リハーサルなど、やりまくっています。体は悲鳴を上げていますが、心は燃えたぎってます。 今、細野か史さんと一緒に僕は走ってるって感じてます。ぜひ、クラウドファンディングの支援、よろしくお願いします。一緒に走りましょう。実は、鴨頭嘉人のアーティスト活動ってたくさん、あの、情報発信してる場所があるんですけど、それちょっとまとめないと、みんなどこに行けばいいかわからないよね、ということで、アーティスト活動専用の特設ページをヒロキングが作ってくれたんですけど、これがめちゃくちゃかっこいい。見て。 もう本当にもうプロ、プロのアーティストさんのページになっています。まあ一応プロになるんですけどね。あの、最初からこんなかっこいいのができると思ってなかったので。で、こちらでですね、あのさっき言った、えー、トヨスピットのチケット販売も、あの、こから行けますし、グッズの販売もここから飛べるし、ミュージックビデオの制作プロジェクトのクラウドファンディングにも飛べるし、シークレットライブのチケットも購入もいけるし、 あとはね、えっと、ファンクラブにもこちらから入れますし、あとは無料のね、情報発信してるんですよ。Facebook、Instagram、LINE、3つやってます。こちらではね、あの、裏側、このチャレンジの裏側が見れる、無料で見れるところもあるし、ファンクラブはもうちょっと濃い情報が早めに手に入るというふうになっております。ぜひね、このリンクは絶対クリックしてください。そして、アーティスト活動、いや、チャレンジライカベイビー、 57歳の挑戦の裏側、ぜひチェックしていただきたいと思います。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー